日本酒の主原料である米は、その産地の風土や土壌、作り手たちの持つ技術によって品質が大きく左右される。最高の酒を作るためには原料米として最高の能力を持つ米が必要なのは言うまでもない。しかし同時に、その米の持つ能力を最大限度まで引き出す酒造りの技術がなければ最高の酒にはならない。このように粘りですよね、はい、普通のようにサラサラしてません。粘質性の土壌、粘土分を含んだ土、そういうことでしょうね。一般に良い酒米とは、米粒の中の心拍が大きく、しっかりとした形状の米だとされる。しかし原料米という存在はそれだけではない。酒造りとは、原料米の生産者との共同作業である。常に最高の酒を造るという志で、彼らと私たちとはつながっていなければならない。それは娘を嫁に出したと一緒で、嫁に出した娘はまた帰ってきたような感じで、やはり自分で作った米で作ったお酒を飲むというのは非常に意義があって楽しみで、嬉しいです。その米が蔵に届く。特選大吟醸酒の原料米の精白度は 35% である。今年の米は非常に心配されたわけですけれども、私どもに届いたこの玄米をご覧ください。本当にきちんとした形状をしております。そして、こちらの白米なんですね、心拍が必要以上に大きくなりすぎると非常に精米によって、砕けるんですね。もう砕けたお米っていうのはもう使い道がないというふうにまで言われるわけなんですよね。今年の精米は非常にきれいに、そして、均一に精米がなされております。平成21年の特選大吟醸酒の仕込みが始まる。最初の作業は元工事のための洗米である。今日 このポイントは何なんですか。今日は洗米のポイントは、まあ、今日研いでみてその年のお米の感じというかを掴むことと、あと安定した浸積具合というか、安定した吸水具合を出してちゃんと次の工事に渡せられるようにすることを気をつけてやってます。緊張しますよね。どうしてもね、入るまで嫌だけど入ってしまえばもうね、熱中するしかないんで。まあ鑑評会用っていうと、まあそれはその成績になるんですけど、うちのその若い人たちはどれだけ技術をどうね、みんなが覚えるかっていう部分ですよね。だからみんな全員参加ですね。はい、5秒前3、2、1、はい。洗米の目的は米を洗うと同時に最適な水分量にすることにある。この作業は酒造りの最初の工程であると同時に最も重要な作業だ。私たちが目指す酒の質に最適な麹を作るためには、米の中の水分量を誤差 1% 未満という精度で調整する必要がある。これを限定吸水という。その精度を実現するため作業は秒単位となる。 2.5 を切らないようにしてくれよ、はい、麹だから室で調整ができるわ。だから、はい、2.7 で一応考えてみます、うん。おい、なんかあんまり膨らまないってだな。
ぱ割れは少ない。はい、うん、割れは少ない。その米を蒸す。ここでも重要なのは蒸し米に含ませる水分量である。ポイントは一番蒸しのその部分がきちっとできれば、吸水されたものが完全にアルファ化されて、まあ室並びにこう各部署に運ばれるという部分で、ここが出発点なので、ここが一番大事ということになってます。 3.8。 おお、いいわ。いいですか。蒸し米をすぐに麹室の前に広げ、麹室に米を引き込む前に粗い木を抜く。麹室では麹菌の種をまく前に、目標とする脂質に合った麹に育てるため、最適な水分量になるまで麹床の上で水分量を調整する。麹用の蒸し米は比較的水分が多く柔らかい。それを蒸し米の表面の水分を飛ばすことで外硬内軟の状態に仕上げる。その水分とその 温度の調整っていう部分、非常にこう難しくて、ある程度のところまで乾いてしまうと、それ以上こう発酵ができないっていう部分もありますので、その辺のバランスが非常に難しいところです。で、出来上がった麹については大吟になると、ある程度の香り、味っていう部分で、それに見合った麹を作りたいというようなことで今やってるところです。目標とする外硬内軟の状態に蒸し米が仕上がったところで、麹菌を植える。麹作りは酒作りの全工程で最も酒の質に影響し、かつ最も難しい。目標とする麹に仕上げるため、蒸し米の引き込みから麹の完成までの間に、幾種類もの精度の高い作業を行う。麹菌の種を植えて24時間が経過した頃、麹は麹蓋と呼ばれる小型の木箱に移され、作業が進められる。この作業は中仕事という。麹菌の発育を考えた水分と品温のバランスを取るため、このような丸いクレーター状の形状を作る。中仕事の段階での麹、米粒の表面に縞状に菌糸が広がり始める。中仕事から数時間後、止め仕事を行う。この作業ではさらに水分調整が可能な形状にし、麹菌そのものの増殖を図りながら酵素の蓄積を進める形状を作る。これらの作業はすべて麹菌の成長に厳密に合わせて行われている。止め仕事の頃の麹、麹菌の成長がはっきりしてくる。この温度管理ですね、温度と湿度の管理、水分の管理っていう部分で、ある程度の温度のところまで来なければ仕事をしちゃいけないっていう部分の管理を覚えていくことですね。中途半端なところで時間がないから、じゃあ今やってしまうということをすると、その後が非常に時間がかかってしまって、で時間がかかるということは乾いてしまって、自分たちの思う麹ができないと。こんにちは。どんな味がするものなんですか、今食べてみて。いやまだまだ甘みは、出てこない、うん、甘みが出るものなんですか。いや、最後はやっぱりあのクレーカーっていうか、ほのかに甘い、あので麹の時はね、うん、麹が完成した。なんだおい、
最良の麹とは、菌糸が米粒の中心に向けて伸び、さらに表面にも菌糸の縞が浮かび出ているものを言う。最高の酒を作るためには、その全工程で使うすべての麹をこの状態にすることが求められる。そうだね、あの蒸す前が非常にやっぱりよく出来上がったというか、いわゆる割れが少ないというお話を知ったじゃないですか。だから今まであまり体験したことのないようないい素晴らしい蒸す前であったんで、まあこれからこう酒房に使っていってもこう期待ができるんじゃないかなと。元立てである。元は別名酒母とも言われるように、これから作る酒の根本となるものである。次の本仕込みに最も適する強い酵母菌を育成するための工程である。水に麹を加えたものに仕込んだ蒸し米が数時間のうちに水分を吸い込み固まる。これを根気よく潰していく作業が元付きである。荒貝という別名を持つこの作業は、八海醸造の場合3人一組で30分休むことなく続く。通常はこの作業は、一般的な作りだと、この蒸し米を潰さないように柔らかくしていくんですけど、我が八海醸造のこの荒貝元付きと呼んでるんですけども、付けに関しましては、もうあえてこのふかしを潰すようについていくと、それで元付きと呼んでるんですけども、そうすることによってあえて酵母に厳しい環境を与えることで、力強い酵母を育てていくという方針で、この後また夜2番街3番街とあるんですけども、そこでも元付きといってつく作業を続けて投下を進めています。元はその完成までおよそ2週間かかる。その間、厳密な温度管理が続く。日本酒は一般に3回に分けて仕込みを完成する。最初の仕込みは添え仕込みと呼ばれる。この作業は純粋な酵母菌の増殖が一番の目的であり、そのため蒸し米も比較的柔らかく溶けやすい。さらに特選大吟醸酒の添え仕込みは650リットルという容量の小型タンクを使う。添え仕込み直後のもろみはまだ酵母菌が少なく、雑菌の混入を防ぐための衛生管理に細心の注意を払いながら発酵を進めていかなければならない。そのためあえて小さなタンクで仕込む。これを枝桶という。大吟醸酒専用の仕込み蔵である。仕込みは3回に分けて計 700kg の蒸し米を使用する。いわゆる700キロ仕込みである。中仕込み、止め仕込みはここで行う。止め仕込み用の麹が完成した。これは見ても分からんとは言いながら、種の種類も違うんです。あの元とかそれとかですね、中と止めは同じ種、はいはい、ただそういうふうに決まってるっていうんではなくて、それは杜氏さんが決める、はい、あのまあまあ作り手が決める、うん、どの種が俺の自分の作りに合ってるとか、うん、麹に合ってるというよりももろみとか、うん、そういった後半の部分だよね、うん、酒の仕込みには添え、中、止めの3段階がある。仕込みの時刻はそれぞれ異なる。蒸し米のさらしの具合を加減しているんですね。さらしというのはその仕込んでからのその消化性の、まあ、微調整というか、それを、まあ、行っているわけなんですよ。ですので、そういうの場合は同化をしやすいような状態で、時間もゆっくり短く、そして蒸し米の吸水具合も当然柔らかくしているわけなんですよね。中止めっていうあたりはきちんとからしを取って、
そしてその消化時計を調整することによって、そのきれいな酒にも希望という、これはまあ新潟のその吟醸作り、特に大吟醸作りの欠かせない、まあ、工程の一つですよね。止め仕込みで仕込みは終わる。その後平行副発酵を続けながら40日前後の時間をかけてもろみが完成する。もろみの工程で最も重要なのは品温の管理である。もろみは目標とする品質を実現するための最適な温度管理が求められるので、もろみの温度管理は常にその成分の変化を確かめながら行う。そのためもろみの成分分析は毎日行う。わずかな品温の変化により分析結果は大きく変わる。日本酒を構成するさまざまな成分のデータが毎日集められ、もろみの微妙な変化が記録される。これは特選大吟醸酒1号タンクのもろみの製造経過表である。最高品温が 10.5 度、42日間のもろみ日数が記録されている。これは八海山本醸造酒の平均的な製造経過表である。最高品温は 12.5 度、もろみ日数は28日である。ここには普通酒と本醸造のデータも毎日来ます。それらとこのお酒を比べると品温の多少の高低差はありますが、グラフの形は非常によく似ております。というのも普通酒や本醸造というのはこのお酒を基本として管理されているからだと思います。あえて言えばこのお酒は香りの高さも重要になってきますので、普通酒や本醸造とは少し違う酵母を使用しております。ですのでそういったことから、発酵をやや低温で進めているということも挙げられます。まあ、最高の酒造りの技術を駆使して作ると、でそれが、まあ、従業員が全員参加でそういう最高の酒を作る技術の作り方にタッチすることで、その蔵人の全員がそういう酒の作り方の神髄っていうか技術っていうかね、それを覚えることができるわけですよ。でうちの場合はそういう大吟醸という酒を作る時だけにこれを応用させるということじゃなくて、例えばこの一番馴染みが深くてこの大量に消費されている一番必要とされているのがやっぱ普通酒なんですよね。普通酒本醸造の製法の中にもその最高の酒を作るという技術、これを応用した作りをやってますね。